ほっとしております。撮影期間は半年で、参加したエキストラは延べ5000人以上という超大作。また映画の舞台となる京都をはじめ一都一府9県で行われたロケの総移動距離は地球半周分となるおよそ2万キロなんだそうですよ。さあ大木さん、はい、そんなルローニケンシンからポンにプレゼントが届きました。なんですか、なんですか。さあ実はですね、こちらをご覧ください。実際に映画のポスターなんですが、この横にポンと書いてあります。ポンのために特別に作ってくださったものなんですが、それ印刷じゃないよ。違うんですよ、これはですね、映画が京都大火編ということで、実際に燃やしてもらうものなんです。ポンのために、ポンのために燃えたやつを貼ってんだよ、黒い。そうなんです、このポスターの下の部分も燃やしてあるし、上の部分も燃やして作ってあるという非常に貴重な、はい、やってんだ、はい、これは金がかかるぞ。こちらね、あの10分ほど燃やして作ったもの、1枚1枚、1枚1枚、うわすごい。これ何枚かバーって燃やしちゃってるもん。あらー、うどまり悪いよこれ。不思議と、これ全部燃えないんですよ。そこがテクですね。消していくんですよ、うん、でちょっと手で破ったところ入れたりとか、そうそう、これは変わらない。このポンと入ったポスターはもちろんこれ1枚だけという、貴重なものでございます。そのポスターかっこいい、かっこいいよね。会いたい、会いたい、え、会いたい、会いたい、誰に、ね、佐藤健に、ほら、あ、ちょっと、あ、健君に、もうじゃあ映画が近づけば来てくれるかもわかりません。そうですよ。なんですよ、うちはポスターもらった関係ですよね。はいはいはい、なんですよ、うち